どうも、666のエンタメラブへようこそ。666日のペチとケメロジと長男焼きことサクです。というわけで、真犯人フラグ真相編第15話終了いたしました。待望の回収回だったけども、回収されたと思ったらこれよ。一気に来すぎよね。おいおい、ちょっとね、処理できない、ね、うん、親の敵ぐらい回収されたよね。ほんまに、じゃあそこまで言うならどうぞ。なんといっても光がどのような道を歩んできたかっていうのはかなり鮮明に分かってきて、その裏にはやっぱり元木が関わってたってとこは分かったんですけども、あの時系列が非常に難しいなっていう問題もあるじゃないですか。みんなもう一回まとめてほしいみたいな声もあったので、割といつもよりはちょっと振り返りも多く入れていって、まあ時系列を通して立花中心にまずはやっていきたいと思いまして、その後はやっぱり二宮、今回もまた二宮エンドでした。いや、ね、まさかの2週連続2週連続でした、ね、飽きないわ。いや、そうだね、怪しい顔も好きやな。好きやな。ということで、今回の二宮の行動は何だったのか、そういうあたりを今回は中心にやっていきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。というわけで、そんな真犯人フラグがこんなスケジュールでやっておりますドンということで、もう1週間を通してですね、全てに触れていくみたいなスタイルで今回もやっていきたいと思いますので、まあ線にして見ていただくのが非常におすすめです。なのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、まずは今回の光の証言をちょっとまとめていきたいんですけども、今回判明したことは何といっても、光は最初は家出だったということが分かりました。家出だよ。やっぱり徐々に巻き込まれていったっていうのが今回で分かりましたね。その上にはやっぱり真犯人がいて元木を操ってたみたいなことは今回も間違いないのかなと思いましたけど、きっかけは橘と光の自作自演だったみたいなことが今回分かったので、そこをちょっとまとめていきたいんですけども、まずは8ヶ月前、篤斗の父親が林かもしれないというね、菱田への相談を学校帰りの光が聞いてしまうっていうところから歯車が狂い出すみたいなことなんですけども、そしてその後夏の終わりと言ってたんですけども、なので2021年の8月末くらいですね、彼氏になった橘にそのことを相談すると。でそこで橘は家出したらどうだよ、はい、ね、ここの時点で橘何言ってんねんと思ったけども、蓋を開けてみると、ここはやっぱり計画しただけ、まあ光にこういうことをさせればちょっと落ち着くんじゃないかと思って、もう満足って聞いてたのもあったので、まあここの立場の行動は別におかしくはないよね。ファインプレーですよ。ただ失踪前日の夜10月14日木曜日に、真帆が隠れて明日6時に直接部屋に行くねと電話してるのを目撃してしまう。これによって真帆は今も林とそういうつながりがあるんだってことを知ってしまって、家出を決意すると。で失踪当日10月15日金曜日16時17分最寄り駅の監視カメラに映ると。でここを最後に監視カメラに映らない経路で立花と合流したよっていうのが一応真実でしたね。はい、うん、ここの時系列後でもう一回確認するんですけども、今回分かったことで言うとこういうことでした、うん、でその後は立花の東京の自宅へ2人で向かったよとは言ってましたね、うん、でこのまま続けたいんですけど、10月17日日曜日なので2日後になるんですけど、ここで東京の河川敷でスマホの電源をオンにしたよと、はい、でこれは立花の家からちょっと離れたところの河川敷と言ってたので、はい、東京で電源オンになった秘密はこういうことでしたね。そうだね。で10月19日火曜日ですね、失踪から4日後ですが、ここでテレビに映る凌介を一緒に見る立花と光っていうのが映ってましたね、うんうん、あれはいろいろ確認したら10月19日で、でさらに一応付け足しとくと、この日の16時07分に立花に光は助けてと送ってるんだよね。そうだね、ここが不可解なんだよね。そう、ここがね不可解だなとも思ったんだけど、俺らの考察では10月18日に失踪事件が記事になってしまって、で10月19日に世間が騒ぎ出したぞと、大変なことになってるぞっていうことを光は知って、思わず立花に助けてって言ったんじゃないか、うん、うん、じゃないとあそこでの助けてが辻褄が合わないから。そうだね、うん、だから一人でお留守番してた光が そう大変なことになってるよっていうので送って、うん、だから後から立花がそのメールを違う風な言い方で利用したみたいなことだよね。ことだね、うん、はい、でこのまま続けたいんですけども、10月29日に凌介と初対面で、11月3日に群馬で光のスマホと真帆の指輪が見つかると、はい、で11月20日1回目の「助けて」っていう光の監禁動画が送られてくると。で最後2021年1月7日に2回目の動画「お父さんを殺してください」という光の監禁動画がツイッターで拡散されましたよっていう、まあざっくり言うとこういう時系列なんですよ。
まあ、1日2日ちょっと違うとこもあるかもしれないんだけど、縦の線で見ると多分こういう時系列で物語が進んでってるんですけど、じゃあこの時系列を踏まえてまず元木との関わりを考察していきたいんですけども、まあ、今回で元木が一星のストーカーってことは判明しましたね、はいはい、ただ光の証言だと11月の3日の群馬で発見されたスマホの件と11月20日の光の1回目の監禁動画、うん、助けてって言ったあの動画、あれに関しては自作自演と光は証言してたんですよ、うん、はい、うん、でもここがおかしいポイントがあって、それっていうのもこの2つに元木が関わってることはほぼ間違いないんだよ、そうだね、やっぱり11月3日の群馬で発見されたスマホの近くにあった足跡は24センチだったよと、うん、これが元木のものっていうことは間違いないし、うん、プラス真帆の指輪も持ってる人物があそこにはいたってことになるから、はい、そうなってくるとやっぱり真犯人とつながりがある元木が真犯人から真帆の指輪を預かって光のスマホと真帆の指輪を群馬に置いたんじゃないかって考察はできるよね、うんうんうん、そうだね。でさらに11月20日の光の監禁動画1回目に関しても椅子が凌介の書斎のものだったよと、ハコハコカーニバルから盗まれたものっていうのは確定してるので、これを盗んだのはリスカオンの元木の仕業っていうとこもほぼ間違いないので、そうだね、この2つを考えるともうこの時点から元木が裏にはいたよっていうことにはなるよね、そうなんだよな、うん、立花だけではできないっていうことになるので、そこから考察するに光的には立花と組んでやった自作自演だと思ってるが、真相は裏で元木がさらに関わってたこと、うん、実は裏に元木がいたことっていうのは考察できるよね、そうだね、うん、じゃあここで一つ疑問が生まれると思うんだけど、立花はなぜこの時点で元木の言うことを聞いていたのか、はい、うん、だって光と一緒にいるわけだから、うん、別に今の状況だったら元木の言うこと聞かなくてもいいんじゃないとは思うけども、うん、まあそこの疑問を考察してみると、真帆を誘拐した真犯人側とつながる元木が真帆がどうなってもいいのかと立花を脅したから、立花はしょうがなく元木の言うことを聞いてたんじゃないかっていう考察にはなるのかな、そうだね、うん、まあ光には自作自演で2人で考えたことって言ってたけども、実は裏には元木がいて、その元木がなぜ自分を脅してるかは光には伝えてなかったっていう感じっぽいんだよな、そうね、うん、まあ、元木に利用されてる立場っていうのもあるけども、実は真犯人が裏にはいたと、そういうことだと思うのよ、うん、結構ここも立花が元木を利用した説、まあ、立花が主となって黒幕で元木を利用したんじゃないか説も、うんうん、確かにこの流れを見ると出てくるんだけども、やっぱり14話の光を守った件とか、まあ、1回目の動画も自分でやってんだとしたら、それをプロキシマのメンバーとかに解析させる意味も分かんないし、うん、根本を言うと凌介に近づく意味もやっぱり分かんないと思うんだよね、そうだね、何のメリットもないないんだよね、うん、だからやっぱり元木含め真犯人側に真帆を人質に取られてるから、立花は言うことを聞くしかなかった、うんうん、っていうことにはなるよね、そうだね、まあ、僕ら前までの考察では、はい、光が人質に取られてるから、そうそうそう、立花はどうしようもなく元木の手伝いをしてるとという考察だったんだけども、まあ、今回で真帆が真帆とか、うんうん、まあ、もしかしたらスミレとか、うん、結構、ね、うん、光以外の人物を人質に取られて元木の言うことを聞くしかなかった、うんうん、だから凌介に近づいた意味も真犯人を一緒に探しましょうよと、うん、光は一応自分がかくまってるので、それはみんなには言えないけども、魔法を誘拐した真犯人さえ見つければ全部話すことができるんです、うんうん、今は勘弁してくださいみたいな、うんうん、いう考察はまあ前からしてるけども、やっぱり変わんないんじゃないかなと、うん、まあそうだね、うん、やっぱり立花は利用されてるのは間違いないのかなと思うんだよね、うん、そうだろうな。でここでより細かく考察していくと、元木に利用されるようになったタイミングはいつなのか、そこだよね、ここもまた難しくなってて、まあ、11月3日に群馬で発見されたスマホの件、この時点で元木が関わってるってことは確定してるんだけども、それよりもっと前3人の誘拐事件当日の立花の動きっていうのはどこまで利用されてたのか、うん、っていうとこはすごく疑問が残るようになったんだよね、うん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 、っていうのも今までの僕たちの考察では、失踪当日の18時3分の白い車も立花の可能性が高いよねって言ったし、さらに21時32分の元木の凌介のハニトラ、うん、あれを撮影したのも立花の可能性が高いよねとは言ったんだけども、今日の時系列を見てみると、16時17分の監視カメラに光が映った以降、立花と光は合流して、そこから一緒に行動したっぽいから、まあね、一緒に立花のところに帰ったっぽいのでね、うん、ってなると失踪事件には立花は関わってないってことにはなるのかな、うん、
まあね、でも、まあ、描写が一応ないじゃないから、そうなんだよね、動いてた可能性もゼロではないんだけども、まあ例えば光が後になって、その後橘はまた一人でどっかに行っちゃったんだよねとか、うん、何か仕事って言っていなくなっちゃったんだよねとかがあれば、やっぱり橘関わってたじゃんってことにはなるんだけど、うん、なんかそこがちょっと微妙にはなってきた。そうだね。でもそもそも事件前夜に光から、はい、やっぱりちょっとこの作戦結構するわっていう電話が立花の元に来て、そっからね当日動いてるわけだから、ちょっとね動くのは難しそうではあるんだけどもね、急を要することだもんね。そうだよね、結構偶発的な要素が多い。そう多いだよね。光がたまたまそういうことを言い出したから利用できたってことにはなるから、立花が失踪当日から元木の言うことを聞いて動いてたって可能性は俺らの考察だと難しくはなってきてる。なってくるね。だからまあ立花がもし当日に何か動きをしてるならば、立花が黒寄りになる可能性も全然出てはきてる。そうだね、うん、今日のでちょっと分かんなくはなってきてる。まあね、やっぱ嘘つきすぎてるし、立花っていくら光のためとか、まあ他に言えなかったとはいえ、なんか操られてるだけなのかこの人はっていう疑問は生まれてきてるので、ぜひ皆さんの意見はここは聞きたいね。そうね、まあドラマ的にね、やっぱり立花が元木を利用してるとはなってるから、やっぱそこが逆でしたってなる気もするんだけど、まあそうね、今見てる状況だけで判断すると立花が主体の可能性もゼロではない。まあね、そうだね、まあよくわかんない真犯人にはなるけどね。まあそうなんだね、まあね、っていう感じで、ぜひここについてはちょっと再考察する必要があると思いますので、ね、皆さんの意見お待ちしてます。はい、で続いてはね、やっぱりゴーラについても触れなきゃいけないと思うんですけど、今日ゴーラがですね、まさかのパソコンの前で林殺しのフェイク映像を作ってましたね。できるんだね。ね、もう完璧なフェイク動画。いや、そうだね。58歳かあれ、本当に。いや、もうスーパー58歳ですよ。まあ、そのフェイク映像っていうのが、林の首を切った人物がまずは凌介になって、川村になって、立花になって、マリナになって、日野になって、二宮と、ほう、まあ、怪しい人物というか結構主要人物が全員描かれる感じにはなったんだけど、まあここも考察非常に難しいですけど、全員フェイク映像なのかなとは思ってる、元の人物はいない。あ、本当に殺してる人はいないいないとは思ってるんだけども、まあそれっていうのも、まずゴーラは誰にしようかなみたいなことを言ってるから、誰に罪をかぶせようかなみたいなことには聞こえるから、はい、まあそれ、まあ、あの中に本物が混じってるって可能性は低いかなと思ってる。まあ予想に近いけどこれは、まあ、編集する上で元のあの顔のとこ消して、なんかフォルダのとこから選んでるイメージやね。なんかそうだね、ピピピピ。お前やったことある？あります。その言い方は、あります。ね、でもまあ確かにそういう考察の方が可能性としては高いかなと思うので、まあ、そうなってくるとゴーラは真犯人とつながってるってことは結構前回前々回の動画でかなり言ったじゃないですか。まあ、そこはぜひ前回の動画見てほしいんだけど、まあそれを元に考察すると、この候補の中に真犯人がいないってことにもなるのかなと最初は思ったんだよね、うん、やっぱりゴーラが林殺しに仕立て上げてる人物の中に真犯人がいるって可能性はちょっと低い気はしたんだけども、改めて考察してみると、ゴーラは真犯人とつながってはいるけど、真犯人の顔は知らないって方向なのかな。だから全然あの人物の中に真犯人が混ざってる可能性はあるのかなとは思ってる。そうね、今そもそも出てきてる真犯人とつながってるであろう人たちって、うん、まあ、元木もバタコも、はい、おそらく真犯人の顔知らないはずだよね。下手したら元木すら知らない、はい、元木すら知らないと思うんだよね。知ってるなら元木かなって気もするけど、まあまあまあ、もしかしたら元木すらも知らない、本当に謎の人物として裏で動いてるって可能性はあるから、結構キンキンでさ、なんか近しい人たちで起こってる事件だから、やっぱ一人に知られちゃうと割とリスキーだと思うから、うん、そこは知られてない方が動きやすいのかなとは思うけどね。どういう仲なんだろうね、その顔も知らないやつのことをすっごい手伝うって、すっごい、まあ、確かに仲、ね、あるんだけど、まあゴーラは金で動くっていうのは間違いないから、まあね、まあ、金で包丁を相良家にも仕込んだし、うん、まあ、金でこういうフェイク映像も作ってる、うん、ただ真犯人は誰かわからないみたいな状況じゃないと、うん、まあね、ここ最近ゴーラと元木の親子説みたいなのちょっと出てるから、うん、そうだね、まあ、お金のつながりで、まあ、真犯人がゴーラに頼んで娘の元木にも動いてくれよみたいな、そういう家族ぐるみの稼ぎ、うん、裏稼業みたいな。そうだね、まあっていうより簡単に言うと、ゴーラと真犯人はつながってないけど、真犯人側の元木とゴーラはつながってるって可能性はあるのかなと。ああ、そうね、うん、真犯人側である元木とはつながってるから、うん、一応こういうフェイク映像も作るし、包丁の提供とかもするのかなとは今の段階では思ってるんだけど、うん、そのぐらいにゴーラをしてもらわないと、ここまで来るともうゴーラが中心になっちゃう。そうだね、
強羅ですよ真犯人ね。ってなっちゃうよな。なっちゃうのでやっぱそこはこのぐらいで止めときたいんだよな。いやー団地にも来てましたから、ね、いやそうなんだよね、いよいよだよね、迫ってきてんだよ凌介のもとに。確かに実質強羅みたいな状況が生まれてきてるので、うんうん、非常に考察は難しいので、まあ、強羅についてですとか今日は菱田についてもちょっと触れる時間がなさそうなので、まあ、そのあたりは明日の動画でね、うん、詳しく、まあ、深掘り考察は言いつつ直後考察第2弾みたいな感じで、うん、明日詳しくやっていきたいと思いますので、ぜひ皆さんもコメントお待ちしてます。じゃあ最後にですね、やっぱり二宮に触れて終わりたいと思いますが、まあこの流れを説明すると、凌介たちは菱田家に行き、まあ押し入れの中身をね、菱田に聞くんですけども、逆に菱田は二宮が凌介のポストにそれでも探しますかという紙を入れてるとこを見せつけると。ピンチを好機に変えるというか。あんな切り札が、ね、あったとはね、見れると思ったんだけどね今日ね、もう全然関係ない話になって、関係ないし見れません、まだ見てない、なんかもはや遠ざかった気すらするよ、なんか、うん、もうないか、もういいんじゃないですか、ね、だってそれ以上のことが出てきちゃったから、いや二宮がな、まあその押し入れの中身をね明日にちょっと考察したいんですけども、うん、今回はなぜ二宮が凌介のポストにそれでも探しますかっていう紙を入れたのか、なんであんなことをしてしまったのかってとこを考察して終わりたいんですけども、まあこの考察も2パターン大きく言うとあるのかなと思ってて、まずは真犯人にやらされた説、はい、うん、脅されてやった説、まあこっちの方がより可能性としては高いのかなと思ってて、まあそれっていうのも凌介のことを好きになってしまったと気づいた真犯人が二宮にこの紙を入れろとか、そしたら凌介は自分に気持ちが向くかもしれないよとか、いろいろそそのかして真犯人が二宮にやらした説っていうのがまあ一番あるのかなとは思ってるよね、うん、そうだね、真犯人が日野と仮定するのであれば二宮がめちゃめちゃ好きになってるのを見てわかるからね。そうだね、そうだね、うん、まあここは日野以外にもね立花とかも分かってますし、まあ、まあ結構市場の時メンバーもみんな分かってるだろうから、うん、ここで完全に日野しかないっていうところまでいかないけど、うん、市場の時メンバーが関わってる可能性はかなりあるよね、うん、これがまあ一番ある気はしてて、ただもう一つの説としてもっと入り組んでるというか、この行為に及んだ理由に二宮の過去が関わってる説、うん、理由としては凌介のことが好きでやってしまったっていうのは変わんないんだけども、やっぱり二宮は昔から凌介のことが好きで真帆を決して疑わない凌介に嫌気がさして、この失踪事件に便乗して紙を入れてしまった、まあ、あくまでも真犯人の指示ではなく二宮が自発的にこういう紙を入れてしまったっていう説、うん、まあ、チャンスと見たわけか、そうそうそう、これをやることによって凌介を奪えるぞと、そう、だから真犯人とかではないんだけども、やっぱりグレーな過去っていうのは前回もかなり考察はしてると思うんだけども、はい、そういう過去があったからこそ今回チャンスだということで、ああいう紙を入れて魔法への気持ちをなくさせる、うん、同時に自分への気持ちを強くさせるみたいな展開があるのかなと。そっか、まあこれでもやっぱり二宮は冷凍遺体の件でお探しのものですっていう事態も見てるから、真似してそれでも探しますかっていう紙を入れることはできるので、結構真犯人が絡んでなくても二宮単体でこういう行為はできるっていうとこはあるんだよな。そうね、でもこれやってたとしたらもう二宮離脱だよね、もう仲間には入れないよね、一生操作できない、うん、そう、この2個目の説だとしたらやっぱりもう逮捕まで行く可能性もあるし、そうだね、うん、過去がかなり明らかになってく気はするんだけど、そうね、まあ、このね2個目の説に関しては疑問点があって、それっていうのがそれでも探しますかの紙と一緒に入ってた真帆と林の不倫疑惑の写真、あれに関しては10年前のものではなく失踪事件2ヶ月前の7月30日のものなんだよね、はいはい、1個目のもの、うん、なので昔から凌介のことが好きで過去のを撮ったって可能性はあるかなと思ったんだけど、うん、7月30の写真を撮ったって可能性はかなり低い気がするんだよね。やっぱりこの現代の方の2人の写真を持ってるのは真犯人側、うん、ぽいのでね、まあ、魔法ずっとマークしてるね、そうそうそう、二宮はあくまでもあるならば10年前の同窓会の方、はい、そっちで二宮が関わってて強羅を使ってハニトラをさせたとか、うん、そっちのねずっと俺らがあるかもしれないって言ってる二宮のグレーな過去、うん、こっちには関わってそうなんだけど、そうだね、やっぱちょっと考えにくいとこあるから、うん、そう考えると1個目の説の方がありそうかなと、うんうん、先生、はい、今回フェイク動画というものが出てきたもので、うん、この動画も信用ならないんですけど、これ本物でしょうか。あ、でもね、これは本物っていうことになったらしいよ。よかった、うんうん、っていうのも二宮が本当って言うらしいから、うん、あ、あらすじ、そうそうそう、次回予告か、うん、
あらすじを見るとこれをした理由っていうのがかなり語られるみたいなんで、その辺から見てもやっぱ1個目の説、うん、真犯人だけどもその真犯人が誰か分からず二宮はしょうがなくやった、うん、説って方がありそうだよね。そうだね。じゃあ二宮の過去はいつ出てくるんだろうな。いやでもそろそろ出てこない。いやもう次じゃない、次出る、そういうカセットテープとかの件も正直ここ過去が絡んでなくても一応二宮は協力しそうっちゃしそうではあるけども、そうだ、ね、絡んでないと本当いつ明かされるのってなるから、ね、そろそろじゃないかな。そうなんだよ、うん、やっぱり二宮の過去に凌介とか林とかが関わってて、うん、今の行動にも二宮の心情が現れてるみたいな、ね、うんねうん、感じが一番考察はできるのよ、うん、ということで割とここについても新情報はあれど俺らの方向性としては変わってないんだよね、うんうん、そうだね、うんうん、やっぱり二宮は真犯人とかではなくグレーな過去があるからこそ今ちょっと良くないことをしてた、うん、っていう方向では考えてますね、うん、そうだね。マリナと近づいたのもそういう方向の話という感じですかね、うん、てんこ盛りだ。そうだね、てんこ盛りです。やっぱこれ1から話すとね毎回すごい量になるんだよ。いやもうボリュームがね無理なんでもないことになるからね、結構過去の動画を踏まえて俺らの動画を見ないと、まあ、そうだね。今回初めての人は今回も申し訳ない、ね、分かんないかもしれない、何言ってんだって思ってるかもしれないけど知れない、でもこうするしかないんだ。そうだねってぐらい繋がってるんです話が。なので今回も改めてになりますけども、ぜひ僕たちを線で追っていただくと昨日話したことを踏まえて言ってるんだってことが分かると思いますので、申し訳ないけどもぜひ線で追っていただければと思います。よろしくお願いいたします。というわけで今回もね1週間通してやりますんで、ぜひお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。というわけで僕たちは他にもいろいろ活動します。ドンというわけで愛しい嘘なんていう別の考察ドラマもありますし、真犯人予想なんていうのもしておりますので、ぜひ線で追っていただければと思います。よろしくお願いいたします。というわけで明日の動画でまたお会いしましょう。以上ロクロックでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画少しでも楽しいななんて思ってくれた方はぜひとも登録ボタンお願いいたします。ということで最後にサク、はい、ゴーラがまさかそんなことまでやっておりました。どんなことやってました？おお、町の水道屋さん、うん、トラブル8000番そうそう行きますよ。忙しいな。6000円からね。おうん、行きます。気をする。はい。